2016年から2013年12月12日は、日本の放送作家、お笑い作家。実景は旧、朝日放送制作部ディレクターを経て、東坂企画創業者、お笑い作家、メディアプロデューサーの沢田隆二。1950年代後半から、大阪を中心とした寄せやテレビ局に通い、桂文恵をはじめとする、上方園芸の落語家、漫才師。 コメディアンら約1000人以上と人脈を持っており、数多くのテレビ番組の構成、企画などに携わった。そのことから、立って原稿を書く作家という異名を持っていた。中でも、文江がメインパーソナリティを務める大長寿番組の新婚さんいらっしゃい、は開始当初から構成作家として携わっていた。阪神淡路大震災で被災し、 足が不自由になり車椅子生活を送っていた。2013年12月12日、多臓器不全のため死去。去年77歳。放送作家の小上隆氏死去。これが昭和の演芸だ。演芸の世界編キンドル版の解説文。袖触れ合うも、多少の演221先輩作家小山寺、洋平さんと小上隆さんを偲んで、少女おる天。 症状生成。2021年6月21日閲覧。ありがとうございます。